じゃあ今度はもう少しディフェンスに負荷をかけて練習します。今度はファイトオーバー、ファイトオーバー、アタックして、ここもファイトオーバーしてください。ファイトオーバーで、でここも1回いいディフェンスして、で、まあ、行けたとしてもオフェンスは今回行きません、あえて。でリトリートして、でもう1回、だから1つタフなディフェンスをやった後もう1回続けるし、1回ボールストップした後に角度が変わってもまたいい位置にポジション取り直してやってください。OK、 はい、 Go、 Go、 そう、そう、強く、そう、 OK、 そう、追いかける、追いかける、 OK、 ナイスセンス、ナイスセンス、ナイスセンス、強い気持ちだぞ、そう、低く入れ、低く入れ、低く入れ、そう、テミ出すぎ、テミバックペダルだから、テミバックペダルして、はい、OK、 Go、そう、ナイスセンス、ナイスセンス、ナイスセンス、そう、走れ、で、ストップ、もう一回やって、ぶつかっちゃダメだから、スクリーン来て、スクリーン誰、行かない、こうやってこう、スペース取って入っていくから、で、こういったとしても絶対ぶつかっちゃダメだから、 OK、 そこ勝負だよ、はい、もう強い意志が問われるからね、連続して戦うには。OK、集中して。はい、ゴー。そう、OK。その後だ、その後だ、その後だ。そう、OK、ナイスセンス、ナイスセンス、ナイスセンス。OK、次、ナイスセンス。そう。そう。そう。下がって、下がって。OK、ナイスセンス。ナイスセンス。オフェンスはちゃんと我慢してプレーして。OK、でちょっと今度シチュエーションで2回目あえてスクリーンかかって OK にする。でもうちょっと来てくれる、まあ、こうやっていいディフェンスの努力をしようとするよね。だけど完全にスクリーン引っかかってしまう時もあるでしょ。悪いやられ方、バッドビートされた時にどう考えるか。2対1から2対2だから完全にちょっとかかっていいから、今度はそしたら下がって、でホームゴール下をカバーしながらヘジテーションでレイアップショットさせない、で戻ってきながらどっちを取るか、あのトランジションでいう、さっきも話したようにここからアタックして、せーの、ゴーで2対1から2対2と同じ意識をビッグマンが持って、だからスクリーンかけてここで俺 見ててね、やって、ここスクリーンかかって完全にかかったなって思った、もう完全にやられちゃったって思った時に賢くプレーして、フェイクしながら本当もうゴール下まで回ってアタックして、もう一回やってください。あ、もう完全にやられちゃったって思ったらもう下がりながらこれレイアップショットさせないっていう判断をちゃんと取って、トランジションの2対1から2対2と同じ。 OK、 はい、そう、ぶつかっていいぞ、そう、そっから、そう、でそのリバウンド、そのリバウンド、そのリバウンド、そのリバウンド取って、2対トランジションの2対1でレイアップじゃなくてジャンプショットを打たせるのと同じ考え方だから、それがもっと強く出てるってイメージ。いい、しっかりかかっちゃった時ビッグマンちゃんと賢く考えてね、はい、レッツゴー、そう、そう、そう、 OK、 ナイスフェイク、ナイスフェイク、いいと思う。そうやって相手に少しでも一つも多くの手間をかけさせて難しくして、 OK、 Let's go、 そう、そっから、そっから、そう、ナイスセンス。でブロックして終わりじゃないから、そのボールちゃんと反応して、そこまでがバスケットだから、 OK、 もう一息だぞ、